ロシアによるウクライナへの侵攻後初めての停戦交渉が先ほどから始まりました代表団は両国の大統領府、外務省などの代表者で構成されウクライナからはレズニコフ国防省も出席しています全面降伏を求めるとみられるロシアと徹底抗戦の構えを見せるウクライナとの主張の隔たりは大きく 最初の協議で合意に至る可能性は低いと見られています。